どうもこんにちは、皆さん、キャンプ高兄です、本日はですね、僕今全国転々としてて、軽バン一つでね、アウトドアギア積み込んでね、全国を転々としております。今現在沖縄にいるんですけども、すっごい暑いんですよ、沖縄で。そんなね、沖縄の生活でね、今とか1ヶ月ちょっとね、使い続けたねウェアがあって、すごくね使い心地が良かったので、ぜひともね紹介してみたいなと思うんですけども、基本的にね僕アウトドアウェアをねすごく推奨しております。でアウトドアウェアも高機能なもので、私服にするとむちゃくちゃ使えるんですよね。ただなぜ使わなかったのか、なぜねこれまで使わなかったのかというと、アウトドアウェアってちょっとね正直ダサいのが多かったんですよね。ただね、それね、もうそういう時代は終わりました。今はね、かっこいいウェアがね結構揃ってます。カジュアルでね、形も綺麗っていうねウェアが揃ってます。今着てるのもそうなんですけどね、すごくね使いやすいウェアがね多くなってますので、まあその辺踏まえて今回ですね紹介していきたい。ぜひね皆さんにね、こう何着も持つんじゃなくて、いいものを数着だけ持つみたいなね、そういうね、考え方になればね、旅しやすいのになったもんで、それをね紹介してみたいなと思います。というわけでね、今もう着てます、このウェアがね、まずおすすめの一つなんですけど、これねスーパーナチュラルっていうねウェアになります。スーパーナチュラルっていうメーカーの、ウェアになります。スーパーナチュラルっていうと、まあ、メリノールとポリエステルの50%50% ですね、混合素材を使っているっていうね、まあそういうねメーカーさんなんですけども、もともとねヨガとかね、そういうところからね、アプローチしてたんだけど、現在は幅広くねキャンプも、ハイキングとかねトレランとかね、いろんなところに、幅広く展開しているっていうね、そんなウェアになります。有名なのはやっぱり孝太郎さんとかね、YouTuber の孝太郎さんとかね、コラボして T シャツ出してますね。僕もね持ってます。ロンティーとかね持ってますけど、すごくね使いやすかったりとかするし、ヤマハックさんとかねコラボしてたやつ、去年ねかなりヘビロテしてました。このねヤマハックさんとコラボした T シャツね、すごくね使いやすいんですね。これもあとね、ヤマタビタビさんがコラボしてるのも印象的ですね。ヤマタビタビさん多分すごくトレランのウェアなのかなって感じはしましたけどね。すごくねどれもすごく優秀なウェアたちが揃っております。で今回は、こちらノースリーブですね。商品名はユニセックス JP140 アクティブスリーブレスっていうね、ウェアになります。これもメリノとプリセル の 50% ずつの混合素材になりますね。で、通年利用しやすい140の厚み、メリノの140の厚みっていうね、そういう基本スペックになります。メリノのね良さは基本的に匂いにくいっていうのとか、あと保温性があるっていうね、ところがあります。まあ、暑い時はね涼しいで、寒い時は保温性があるっていうね、そういう素材になるんですけど、まあ、さらにそれポリエステルが加わってるんで、速乾性もいいよっていう感じですね。組み合わせてますよっていう。メリノはねちょっと速乾性に関してはあんまり良くないなって前思ってたんですけど、混合素材になると確かにね速乾性がすごく良くなる、かなり良くなってると思います。なんでめちゃくちゃ使いやすいんですね。まあ、実際にどういう使い方してるのかちょっとご紹介したいんですけど、1ヶ月ぐらいですね使ってます。でこの前ですね、インスタグラムでも上げたんですけど、まあ、島キャンプ、沖縄から離島に渡ってね島キャンプしてたんですけど、2泊3日間、一度も脱がなかったっていうね、ちょっとね衛生的にどうなんだっていう人も多いんですけども、かなりねそれ使えておりました。っていうのが、伊平屋島に行った時にですね、まず、まあ、自転車で行きました。自転車のスポーツでも使っている、でキャンプ道具運んでます。でキャンプそのままにします。でその後ですね、もう速攻ですね海にこうダッシュしてダイビングしに行ったんですね。海の中このまま潜ってます。このまま潜ってダイビングして、で、まあ、海から上がってくるんで、もうびっちょびちょなわけですね。そのびっちょびちょな状態でシャワーを浴びるんですよね。海から上がってね、そのままシャワー室に行って、シャワービャーって浴びて、でこの服ごと洗うみたいな感じですよ。この服ごと洗って
て、で、あのそのままキャンプするっていうね。でキャンプしてるとまあ乾くんで、風とかでね、日差しと風で乾くんで、そのままキャンプ続行で、そのまま寝るみたいな感じで、使いつつ、翌朝ですね、トレイルランニングしたんですよね。トレイランして、でもうそれで汗でびちょびちょですよね。ちょっとさすがにね、あの背負ってたバッグとかがちょっと匂うぐらいの感じになってきました。でもこの服は匂わないみたいな感じです。いや、わかんない、バッグじゃなくて服だったのかもしれない。我々ちょっとその辺わかんないんだけど、うん、どっちだったのか正直よく分かってないんだけど、そのままね、トレランニングが終わった後にまたダイビングしに行くみたいな、そのまんまですね、着替えずにダイビングしに行って、でまた潜って上がって、そのままシャワーをバーッと浴びて、でまた普通にキャンプみたいな感じでね、使ってました。2泊3日間全く1回も脱がなかったんです。でも匂わないし、全然ね、なんだろう、生地の劣化もないんですよね。そこがねすごいなと思いましたね。乾きやすい、匂いにくい、そして、まあ、海の中で感じるのはちょっと保温性はあるよねっていうねところですね、があります。で着心地がすごくいいんで、そのまま寝てられるというか、うん、なんだろう、うん、寝られるっていうね、良さがあります。全然不快感がね一切なかったっていうのが、あの面白い検証だったなと思います。っていうのでね、すごく気に入って使っております。で一応ですね、これタンクトップバージョンがあるんですね。はい、こちらがタンクトップバージョンです。まあ、タンクトップにするとこんな感じですね。でハーパンとかに、ね、こう合わせてタンクトップで過ごすんですけど、まあ、ハーパンね、例えばなんか山道のね黄色いパンツとかも、ね、すごく相性がいいんで、ね、まあ、こんな感じで合わせたりするんですけど、今日はねジャックルフスキーのパンツを使ってます。やっぱノースリーブの方が、このままノースリーブだと、タンクトップだとこのままちょっと街に行くのがね、なんかちょっとこっぱずかしいなって方が多いと思うんで、そういう方はノースリーブにして、タンクトップの人はこういうねハイカーシャツとかを羽織って、まあ、こんな感じで使うのが、まあ、あの定番なのかなって感じです。重ね着ですね。まあ、だからリンカーは一応こういう感じで1枚で、ちょっと日差し当たるときにこうね羽織ったりとか、風が通ったら羽織るとか、なんかそんな感じで使うといいのかなと思います。すごい、うん、いいですよね。ちょっとこうね、露出部分が多めなので羽織るといいですね。うん、タンクトップもね一緒です。タンクトップに関しては実は去年沖縄で2ヶ月間使ってて、すごく良かったです。まさにね、潜ってそのまま陸上上がって、自然乾燥してスーパー行ってみたいなことをやってました。すごくねワイルドな使い方をしてたんですけど、全然大丈夫みたいな感じでしたね。タンクトップね、実は去年のモデルとはちょっと変わってて、このね、脇の部分かな、ちょっと締まってるんですね。なんでよりピシッとした見た目になってます。形が綺麗にね、より綺麗になったって感じですかね。で僕結構そこに合わせるのがこれね、パタゴニアのバギーショーツですね。これはね、材質は基本これナイロンかな、ナイロン素材かなと思うんですけど、こういう風にね、中に分かりますかね、こういう素材があるんですね。これまあ水着とか買うね、よくある材質かなと思うんですけど、こういうのが入ってるんで、まあ、なんか下着のパンツを履かずに、まあ、ノーパンですね、ノーパンでこれ1枚みたいなっていうのがしやすいですね、これね。そのまま潜って上がって、でまたシャワー浴びてこのまま乾かしてみたいなっていうのがやりやすい。なんでさっきのねノースリーブとかこういうタンクトップとかってめちゃくちゃこれ相性いいんですよね。短パンとしては結構初期に買った短パンかなと思いますね。こういうのすごく使いやすいんですよね。この水着代わりになるし、山でも行けるし、ね、日常でも使えるっていうので、1人、ね、3役4役みたいな感じなんでね、1着持ってるだけでね4着分の価値があるって考えると、なかなかちょっとねいいお値段してもいいよねって思いますね。確か短パンこれ1万円ぐらいですね。でこのウェアもね、1万円しないぐらいかな。ちょっとやっぱタンクトップとかねノースリーブの中でも値段がね普通のアパレルと比べると高いんだけど、でも、1枚で4着分って考えると、まあ、2000円とかになるのかなって思うと安いですよね。
で、次紹介したいのが今羽織ってますこのウェアですね。これがね、プロ JMT シリーズっていうね、プロ JMT っていうね、メーカーになります。プロ JMT 何なんだろうなと思うんですけど、これあのプロジェクトマウンテンっていうのをね、略した愛称になってますね。香港のメーカーさんに2019年に、設立されたということです。うん、いいよね、シルエットが可愛い。で、創業者のマイクさんが登山にハマった、創業者のマイクさんが登山にハマって、まあ、幼い頃から趣味だった、まあ、写真ですね、写真を組み合わせて、で徐々に山を楽しむようになったっていうね、経緯があったりとか、登山服をね、もっとおしゃれになったらいいのになみたいなっていうところから始まってるということで、結構ね、僕ら界隈の、あの人たちと考え方が似てるなと思いますね。なんか、そうだよね、僕も同じこと思ってますってことで、なんかこうマイクさんはね、MYOG 自分で自作で登山ウェアを作り始めたっていうところから始まってますっていう、自分で服を作る時点でね、かなりあのおしゃれに対しての感度が高いなって思うんですけど、そういうこともあって、やっぱ作ってる服もね、おしゃれです。あのいろいろね、見させてもらったんですけど、どれもおしゃれでね、いいなと思いました。ってことでね、今回紹介してみるのがこのサイドポケットオープンカラーシャツっていうね、シャツになります。こんな感じです。ちょっと緩めに着てます。これで M サイズかな、確か M サイズで、ちょっとふわっとした感じので、材質がちょっと変わってて、ナイロンと思いきや、タスランナイロンっていうね、そう、ちょっとね、綿の風合いがあるんですよね。綿の風合いのある、バリバリのナイロンだとね、ちょっとパリッとした見た目になるんですけど、かなりね、綿の風合いがあって、ちょっとね、生地感もね、やや普通のナイロンに比べると厚みがあるのかなって感じがします。なんであんまりこう安っぽく見えなくて、ヨレッとなんかこうダボッと着ても、なんかこうちょっとシルエットが綺麗になるような感じがします。で、一応アウトドアで使えるよっていうね、感じなんですけど、あの背中にね、こうやって通気口がありますので、結構あの自転車でね、こうパーッと走ってても、ね、風がね、後ろにこう通り抜けてくれる感じとか、まあ、なんかハイキングしていても、あの吸湿性がね、結構あるので、汗をね、こうかいた時もかなり吸収してくれるっていうのと、まあ変色もしないので、汗で、ね、変色したりとかそういうのも目立たないので、まあ、そのままずっと着っぱなしみたいな感じです。で、中にね、一応こうタンクトップ着てるんで、なんだろう、途中で脱いだりとかしてもいいしっていうね、これ1枚でも十分着れるんですけどね、まあ、そんな感じです。で、まあ、名前の通りね、サイドにポケットがあるんですね。それここが面白いんですよ。ここにポケットがあるんですよ。不思議ですよね、前じゃないんだみたいな、ここなんだって感じなんですけど、ここね、意外と便利で、例えばなんかこうね、財布とかここに入れて行動できる。で、前だとこの、なんだろう、ちょっとこうもったりとした感じが、ね、前について確かにこう目立つよねって思ってたんですけど、サイドだと意外とその辺気にならないんだねっていうのは、ちょっと新しい発見ですね。で、なんか、まあ、今ちょっと財布入れたんですけど、まあ、これぐらいのサイズの行動色とかね、入れたら、まあ、ハイキングでもかなり活用できるのかなって感じです。自転車の時だと前くらいになるんで、ちょっとこれがね、邪魔になるんですけど、時と場合に合わせてね、使っていくといいのかな。まあ、合わせ方はやっぱこれじゃない、山道のパンツとかがすごい合わせやすいなって感じなんですけど、このね、プロ GMT のパンツも結構山道のパンツっぽいというか、これね、脱ぐ時ね、スナップボタンなんで一瞬なんですよね。なので銭湯で着替えたりとかする時もかなり、あの一瞬でパッと脱げるんで便利です。で、最後に紹介するのがこちらになります。フォーポケットショーツですね、なります。ちょっと聞いたことある名前かなみたいな感じがするんですけど、まあ名前の通り4つポケットがございますね。今履いてるのこれ山道の5ポケットショーツですけども、ポケットの位置が、ね、全然違う。5、これ5あるけどね、後ろ側に5なんだけど、こっちはね、どっちかっていうとフロント側に4みたいな
感じですね。ちょっと着てみますね。はい、こんな感じです。どうですかね。結構まあカジュアルな感じに見えますかね。カラリがね、実はこれは一番多分どっちかっていうと落ち着いてるカラーかな。で本当はなんかパープルとかね、イエローとかレッドとかあったかなって感じですね。カラーに結構ねこだわりが、シャツもそうなんですけど、カラーが結構こだわってるなって感じがします。アスランナイロンを使ってて、なんだろう、結構肌触り的にはややちょっとパリッとしてるのかなっていう感じはするんですね。ちょっとね、上のシャツに比べるとパリッとした感じで丈夫な感じがします。ここにスナップボタンがついてて、ここでパチッと留めることができます。で、こんな感じで入れられるんですけど、例えばですね、ここはスマホ入れたりとかね、スマホをね、こうやって入れたりとかします。で、そうすると、なんだろう、歩いてる時にあんまりこう干渉しないっていうのがありますね。まあ、後ろでもね、いいなと思ったんですけど、よりこっちの方が干渉しづらい感じがしますね。一番ダメなのはフロントかな。フロントにスマホ入れた時は一番ね、干渉するなって感じです、うん。で、次が後ろ。だから山道の時は後ろにしてたんですけど、このショーツは横が一番いいねっていう感じです。でも自転車がね、良かったですね。自転車でね、このポイントってすごくね、干渉しないというか使いやすいなと思いました、うん。後ろもね、自転車ってダメなんですよね。で、前ももちろんダメだけど、サイドまでいけるねって。結構自転車で使うのも、自転車キャンプとかもすごく相性いい感じがしましたね、使っててね。ただですね、普段ねこうやってポケットにね入れる習慣がついてますよね、後ろとかね。なんでサイドのポケット使うときになかなかこう見つけられない、目をねこうやっぱ目視しないとここが発見できないっていうのがあります。なんでちょっと慣れがねやっぱ使うのに必要なのかなって感じがしますね。これね、パッタッする。ただ容量は結構あるんで、例えばね、今使ってるこのカメラとかをね、シュッと入れたりとかしてます。GoPro 入れたりとかね、カメラとか結構ね、容量入れても、あんまりこう邪魔にならない場所なので、意外とね、新発見なのかなと思ってますね。ここにポケットあるようなショーツが今後ちょっと増えるんじゃないかななんて思ったりしてます。なかなかいいポイントですね、ここね。街で使うんだったらね、ここにぶら下げて、キャンプで使うならこういうぶら下げてみたいな使い方ができる。で、あと絞ることもできる、ね。というわけで、僕のウェア紹介でした。リアルにですね、今持ってるウェアはね、これまたスーパーナチュラル、去年もねずっと使ってるタンクトップとか、これね、ノースフェイスのハーパンとか、あと、T シャツ、これもスーパーナチュラル、ヤマハックの T シャツと、スーパーナチュラルのタンクトップとかね、あと、ちょっとたまにね、こういうカラーを使って山道のパンツで楽しむとか、かな。基本は、あとジャック・ウルフスキーのね、このショーツのね、ゴム紐部分がちょうどいい感じなので使ってます。こんな感じかな。これぐらい今持ってってます。で、基本は T シャツかタンクトップで、ね、室内では過ごしてるんだけど、外に出るときはこれを着るみたいな感じです。まあ、あとアウトドアするときも結局これ着るので、まあ、一緒ですね。で、まあ、アウトドアはねがっつりするとやっぱ 汗だらけになって、ね、洗濯したいので、まあ、そのときは別の T シャツ着たりみたいな感じで使ってます。で、まあ、すぐね、洗濯しても乾くんで、すごく旅にもねいい、材質です。で、匂わないので楽ですよ。そんな感じです。というわけで僕のね、アドレスホッパー中のベア紹介でした。それでは皆さん、さよなら。ご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録していただけると今後の活動の活力となりますので、どうかよろしくお願いいたします。ミニマルズギアーズでは YouTube やブログで軽量化したキャンプ道具の紹介がメインですが、オートキャンプからバックパックキャンプ、自転車キャンプ、ハイキング、ロングトレイルまで様々なチャレンジをしておりますので、ぜひ見てください。
またオンラインショップではオリジナルステッカーとか T シャツ、手ぬぐい、そして僕のお気に入りキャンプ道具をですね販売しておりますので、一度覗いていってくれると嬉しいです。